今月上旬、羊湾は市電会引き上げの準備でにわかに活気づいた。それにしてもこの湾に眠る市電会はいつ誰がどのような状況で沈んだのだろうか。地元上辺町で終戦の年、この湾のこの場所に一機の戦闘機が落ちるのを見たという人は多い。しかしそれが何月何日なのか記憶している人はいなかった。訪ね歩くうちに私たちは有力な証言に出会った。昭和20年の7月24日の日でございます。おじいさんがちょうど亡くなりまして、お葬式の支度をしておりましたんですの。そしたら前の山から大きな音がしまして、でびっくりして持っとったものを離して外へ飛び出まして、そして飛行機を見ましたんで、そしたらもはや私のところの前をずっと落ちるようにしてこう落ちて、ずっと向こうの前の海へこう突っ込むようにして落ちていきましたんです、うん、おばあちゃん以外に皆さんご覧になってるわけですね。はい、みんなお手伝いに来てもらっておった人はみんな見ましたんです。それから後に飛行機はどんなになったかなって近所の人とも話しますけども、波で大きい円出されたんやろかなって、そういうことを言うとりましたんです。一方、別の方角からこの戦闘機を見た人々がいる。本土決戦に備えて予科練や地元の人たちは羊湾を抱く岬で砲台用の横穴を掘っていた。その作業中に目撃したという証言が多い。広島に住む元予科練の井上隆三さんも私たちに情報を寄せてくれた一人である。はじめは日本の飛行機とは思わんかったですからね。湾内入ってきた時はそれで日の丸を確認して着水したのと同時に、じゃあ助けいかんにゃいうので勝った声で、ちょうど勝ったの上を降りましたからね。で声で言ったんじゃが間に合わんかったですよね。もう目の前で沈んでったわけですか。そうです。空母の中はね、人間はちゃんと座った形はありました。それが全然人のその動く気配はなかったですね。343空の資料に次のような記録があった。7月24日豊後水道空域、戦闘可能の全機21機で艦載機約200機を攻撃、撃墜した敵機16機、我が方の未帰艦6機。目撃者の話を総合すると、その市電会は低空で羊湾に入り、右旋回して尾翼から着水した。着水のあと100メートルほど海面を滑り、やがて機首から逆立ちをするように沈んでいったという。これは極めて模範的な不時着水の体勢である。つまり搭乗員が乗っていて操縦しなければ取れる体制ではないと専門家は言っている。7月24日の空戦で帰らなかったのは次の6人である。押渕隆、長崎県出身、維新隊隊長。
武藤兼義、愛知県出身、空の武蔵と呼ばれた。溝口謙信、広島県出身、硫黄島、レイテ、ニューギニアなどを転戦、身長170センチの高男子だった。今井進、千葉県出身、この日帰らなかった6人のうち最年少の20歳だった。初島次郎、和歌山県出身、被弾した隊長機を護衛して最後まで付き添っていたと伝えられている。米田信也、熊本県出身、人一倍親思いで行く先々の前線から郷里の母にはがきを出していた。熊本県上益城郡川原村、米田千代様、母上様、その後いかがお暮らしでございますか。下って私元気にて軍務に励んでおりますゆえご安心ください。梅雨は晴れたとはいえまだしとしとと雨が続いております。さよや美穂はどうしておりますか。ではお元気で。早々昭和20年7月、長崎県大村航空基地築け、米田信也。この便りが最後になったわけですね。ああ、最後でございました。戦死なさった時には何歳だったんでしょうか。21歳でございました。ちょうど21歳でございましたから、やっぱしただいまにして思いますと、まあ青春のいい人生を味わわずに亡くなったって、やっぱりそれが私が気がかりです。武藤少尉は6人のうちでただ一人結婚していた。妻の清子さんには今3人の孫がいる。主人はその大村へ立つ朝ね、うちの母たちが見送りに来てくれた時、どうぞ元気で行ってきてくださいと言った場合、行った時主人はしっかりやってきます、もう私も子供もあるようになりまして、これで子孫も絶えませんしねと言って元気に出てきましたので、随分子供をね、子供の夢を見た、お嫁さんの夢を見たよ、今からこんなに苦労していてかなわないねなんて言って書いてきたこともあるんですので、私随分ね主人が子供好きだったなと思うんですの。はい。さらに押渕隊長と初島次郎上尉曹はこの日行動を共にしていたが、混戦の中で行方不明となった。押渕隆隊員は出征するとき、メンデルスゾーンのバイオリン協奏曲のレコードを妹の光子さんに残していった。光子さんは今もそのレコードを大切に持っている。長崎県北松浦郡平戸町、県立平戸高等女学校内寄宿舎、押渕光子様、拝服。この間はお便りありがとうございました。見事に女学校に合格されたよし、さぞかしお喜びのことと思います。この手紙のつく頃は立派な1年生になっておられることと思います。入学直後、ことに今までに全然様子の異なった寄宿舎で寝起きすると、いろいろと勝手が違い、辛いこともあると思いますが、それが最も良い修行です。
決して弱音を出すことなく一生懸命に勉強することです。少なくとも1週間に1回ぐらいは両親のもとにお便りしてあげるように心がけ、無用のご心配をかけないようにしなければなりません。敬具押渕隆。沈んだ市電会に乗っていたのは6人のうちの誰だったのか、手がかりはつかめなかった。昭和20年8月9日、長崎に落とされた原爆を343空の隊員たちは大村で間近に見た。度重なる空戦で市電会はほとんど失われ、隊員も疲労しきっていた。この日隊員たちは一機の B-29 が上空を飛ぶのを見たが、なすすべもなかった。その直後に彼らは白い閃光を目撃した。343空が終戦直後自らの手でまとめた隊の戦史資料。我が飛行機隊は敵の進探を寒からしむることしばしばにして、敵撃墜約170機に及び、武勲顕著なるも各戦闘機隊長前線検討をついに戦死し、計87名の搭乗員を失えり。当時の軍部中央を率直に批判して次のように述べている。一つ、航空戦略に対する認識と準備の欠如。一つ、日米の工業力の差に対する理解の欠如。一つ、軍司令部の機上計画が作戦の混乱を招き、いたずらに兵員の消耗犠牲を増やしたこと。8月15日終戦、進駐したアメリカ軍はわずかに残った市電会を松山など数カ所に集めて焼却した。昭和19年から20年までに製作された市電会は合計およそ400機。戦争末期の切り札として開発され、最後の最後まで戦った戦闘機はこうして8ヶ月の命を終えた。今月14日、市電会引き上げの朝である。海底40メートルの機体にワイヤーがつながれた。作業は慎重に進められ、1分間に1メートルというゆっくりした速度で引き上げる。武藤清子さんたち遺族団が一つの船に乗り合って現場に入った。
紫殿海は沈んだ時のままの姿勢で水面に姿を現した。引き上げた後、機体の内外が詳しく調査された。しかし遺骨や遺品など搭乗員を探る手がかりになるものはついに発見されなかった。本土防衛という宿命を担って生まれた戦闘機紫殿海は、その優秀さのゆえに一層過酷な任務を背負って戦い続けた。そしてかけがえのない多くの青春がこの最後の戦闘機と運命を共にした。やりたいという気持ち、だんだん6人のうちの一人一人が近くに寄ってきたという感じがしますが、みんなやらなきゃしょうがなかったんです。ただ山陽さんにはこういう自然界という2000馬力の飛行機が与えられ、20ミリ4丁ということで、なんとか体制挽回をしなきゃいけないという、ただそれだけの道がなかったわけです。